新しい公共推進会議は2010年に民主党政権が内閣府に設置した期間である。本記事では新しい公共を円卓会議、新しい公共調査会についても述べる。2012年12月26日に第二次安倍内閣の発足ともに廃止された。鳩山幸男首相は2010年1月29日の 市政方針演説において新しい公共という言葉を取り上げ国家戦略の柱とした。2月10日には国家戦略担当大臣、戦国吉党、初代の内閣府特命担当大臣とした。この新しい公共という考え方やその展望を市民、企業、行政などの社会に広く浸透させ、これからの日本社会の目指すべき方向性や それを実現させる制度、政策のあり方などについて議論を行うことを目的として新しい公共円卓会議が設置され、6月4日の鳩山幸男内閣総辞職まで8回開催された。以降の民主党政権においても担当大臣が任命され、2010年9月29日には提唱者の鳩山幸男が会長に就任する。 新しい公共調査会の発足が発表された。2010年10月22日に新しい公共をより推進していくため、新しい公共推進会議の設置が閣議決定され、第2次安倍内閣が発足した2012年12月26日、深夜の初閣議で党会議は廃止が決定された。新しい公共を円卓会議とは、 第173回国会における所信表明演説に基づき、新しい公共という考え方や、その展望を市民、企業、行政などに広く浸透させるとともに、これからの日本社会の目指すべき方向性や、それを実現させる制度、政策のあり方などについて、議論を行うことを目的として開催する会議。ありがとうございます。